それが行きたいと思います。行きますけど。行きますよ。まず準備するとなります。さあ、ボールポジション、メタルに素晴らしい。また、マルチからホームバウンド。4番に素晴らしい。さあ、パワーポジション。さあ、今、ブラックアウトになりました。さあ、トップ。1コーナー入ってきたので、5番ですね。5番の三井がどうやらホールショットを奪いました。2番手には48番の柴田ですね。おっと、ここで2台が接触しております。さあ、トップ争いには将来影響はありませんでした。最終コーナー立ち上がってきました。最終コーナー立ち上がってまいりました。これも早いですね。三井が現在トップ、2番手には柴田、3番手には川福となっております。さあ、この三井がこの柴田の挑戦をどう受けるかというところになりますね。さあ、柴田が挑戦を無理するかどうかというところですけども、早くもここで差し付けられてますからね。まあ、柴田はどうだといったところになりますか。ここで根性を見せられるか。また迷子、さあ、それとも一緒だ。そのまま成績を引き離して一生優勝ということになるでしょうか。まあ、個人的にはですけどね、もうちょっとバトルライン、プロとして頑張っていただいて、ね、追いついてですね、バトルの人をお客さんを分かるようにし、まあ、これがレースの面白さです。まあ、独走ってやっぱこう見てるとあ独走だみたいな感じの、まあ、走ってる方にして独走するのはすごい大変なんですよね。すごい大変ですから、まあ、これで本当に、ね、見ついてすごいんですけど、やっぱりね、バトルになるとやっぱ興奮しますからね。でも見てる側もね、なのでね、ここまでこの姿が追いついてるということになりますけどもね、でもラップタイムを見ると見ついたね。やっぱ、その他、三井祐介43秒837というタイムに対して2番手を走っております。姿が3秒差ですからね。柴田がもう少しペースを上げなければいけません。柴田がどこまでペースを上げていくことができるのかということになってきました。大変で、なんか今見せていただいてどういうことになってるんですね。ほら、今移動っていうか全然伝わってないと思うんですけども、お客さんに伝わってないんですけども、それの大変で当たりだリアルタイムで順位が分かるっていうね、すごいアプリがあるんだなと思います。トップちょっと見ちゃいますけども、あれもちょっと見ちゃうんですけども、デッキ5番が現在トップで、その後ろはデッキ48番、これはこのアプリすごいですね。全然お客さんに伝わらないかもしれないですけども、これ後で何かで告知あるんですかね。これすっげーやってるんですね。そして第1号、48番の柴田選手が、2番手、あ、これね、どうやらこれ、3番手、2番手争いはこれ、すごいことになってますね。このアプリ、すごい、設定すごいで伝わってないかもしれないんですけども、これ、レッグ差すごいですね。48番ですね。柴田がもう少しペースを上げてほしいというところですけども、なかなか柴田上がりません。12番、川口対本間、ここの戦いは
どうしよう、これ後半になってからもしかすると人数入れ替え、これあるかもしれませんね。で4番手を走っておりますと本場の方がやっぱり早いですから、これもしかするとこの人3番手を狙ってくるかもしれません。これ手塚さんのところ今開発するアプリではもう経営電車と言います。まさに ね、これアプリ上でも。さあこれ来たぞ、川福 VS 本間。さあその2台は今アンコーナーからニューゼブラゾーン、今ニューゼブラゾーンを抜けてバックストレッチから、バックストレッチから4コーナーに入っていきます。4コーナー入っていきます。さあ4コーナーを立ち上がっていきます。バックストレッチと1点が、さあアプリ上ではもう重なっているのですが、ニューゼブどうなるかというところで、ね、さあ10周終了、11周目ということになります。10周終了、11周目ということになります。トップが出て5番、もうかなり、これはですね、後続に3秒4の差をつけて、独走態勢を進んでおります。なんとか柴田が頑張るというところですけどもね、柴田はもうちょっとペースを上げてくるので、ね、これ2段階してるとコーチの追い込みしてしまう可能性がありますよね。頭の上に行くまさにこの今この柴田は中間管理局的なもう立場なんですよね。前と後ろに挟まれてみたいなね、上司と部下に挟まれてる中間管理局的なもう立場になっております。そして上司が挟まる柴田はこれ T 抜きを後ろからやるというし、 T 抜きを離されるというしね、いやー辛い立場で今戦っております。まさにメンタルの声がメンタルの強さが問われるというね、そういう状態になっております。さあトップの3つが今10秒、2番手に入っております。さあ2番手から3番手争いぴったりとついて、どうだどうだといったところ、川福の後ろに本間ついております。これちょっとね、3番手争い目離せないですね。今バックストレッチ決定、全然続いてきて6分だ。さあバックストレッチから4コーナーに入ってきました。さあ4コーナーを立ち上がって5コーナーに入ります。ここは順位の変動ありません。これ見ますと、川内しっかり後ろにいるの分かってるわけですから、もうこれプレッシャーピンピン感じながらですよね。そして本間はもうね、ピンピンプレッシャーを与えてるという感じですね。さあそのプレッシャーを跳ねのけることができるかどうか、そこになります。さあトップを走っております。止まった水位、さあ安定した走りを見せております。安定した走りを見せております。さあ戻ってまいりました、戻ってまいりました。さあ14周目と15周目に入りました。15周目に入ります。さあこの2番手におります柴田の後ろで大物が大物が大物を広げておりますのが関係中間の川福、そしてラーメンの中間の本間ですが、これは本間なんとかこれ心折れないでいってほしいですね。さあどうでしょうね、関係中間と川福なんとかここ耐えること、持ちこたえることができるでしょうか。最終コーナーを進めてファイナルラップとなりました。さあこのレースの見どころ、この3番手争いが面白くなってきました。さあ2コーナーを抜けて、2コーナーを抜けて、さあ3コーナーユーゼブラゾーンを抜けております。トップを走っております。そして2位が初めて、この3位はもう早くも最終コーナーに入ってきます。さあ3番手争いが面白い、3番手争いが面白い。さあこれは入れるか入れるか入れるか、本間はこれ今トップ決定しました。さあ1番手争いが面白い、これは若干接近戦闘の感じの前だったか。いやートップ1位が優勝、2番手争いですか、3番手争い、いや並んでのゴールでしたが、若干倒すのがこれ前でしたね。